買おう。じゃあこれからプエブラに出発します。ここのレンガの人たちマジで陽気、毎日陽気。あーほらーわーい、イエー、See you。 マジで好き、超楽しそうに仕事やってるよ。いい人たちだ。アミちゃんは薄いコーヒーを飲んでます。メキシコのコーヒーは薄いです。だそうです。メキシコのコーヒーは薄いそうです。全部薄い、マックも薄いです。相変わらず豪華だな。こっち。いいね、これふっかふかだね、うん、今日。さよならオアハカ。はい、では、プエブラに到着しました。こちらはバスステーションになりますね。ここ出る時のチケットを買っちゃおうかなってことで、今チケットオフィスを探してます。タスコ行きのチケットがなぜか買えないという。一回メキシコシティに戻って次の街に行こうかなと思いますね。メキシコシティのチケットはもう買っちゃいました。イエーイ。じゃあ行きますか、ホテルに。はい、歩いて行けたっけ。タクシーで行くか電車で行くかだけど、タクシー取りますか。はい。ノーマネー。ノーマネー。ノーマネー。さあホテル着きました。ここですね、インドでもお世話になった OYO。 入りますか。手続き終わりました。おはようございます。おはようございます。現在ですね、メキシコはペブラにいます。でこれからですね、チョルーラという町、まあ、隣町なんですけど、そちらに向かって世界最大のピラミッドの上に立つ教会というものをちょっと見に行こうかなと思ってます。で今ウーバーでですねタクシーを呼んでバス停まで行こうと思ってます。なんでそんな隠してるの。もうすぐ来るの。乗りましょう。ほらました。じゃあチョルーラ、ここに向かいます。でこのバスで行けます。1人 8.5。 じゃあ乗り込みます。めっちゃ狭い。やばい、これもう着きました。いや1時間かかりましたね。チョルーラの街並みです。カラフルですね。でこっちの山の上に教会があるみたいなんで、そこに行きます。だいぶ登ってきました。標高が 2100m ぐらいあるんで結構息切れますね。気がついたんですけど、これ多分今上がってるやつがピラミッドですね。ピラミッド感はないんですけど、ここが世界で一番でかいピラミッドみたいです。昔はちゃんと形があったみたいなんですけど、今はそんな形はなく、こんな感じで上に教会が建ってます。着いた。はい、というわけで、着きました。こちらですね、ピラミッドの上に建っている教会になります。レメディオス聖母教会。結構カラフル。ちなみに今こう立っている場所がピラミッドのてっぺんになります。昔はちゃんとした形があったみたいなんですけど、今はもうそういった形はなくてですね、ちょっとご覧いただくと分かるんですけど、もうただのちょっとした山みたいになってるよね。これ本当にエジプトのピラミッドより高いんかな。高さは、ただのピラミッドの方が高いけど、こっちの方が敷地が大きいって言ってた気がする。あ、敷地が大きいのね。なるほどね。はい、あちらに皆さん見えるでしょうか。あれがですね、カツ火山、いわゆるボルケーノになりますね。でこっちにもあります。標高、5000m を超えております。まあ、富士山プラス 2000m ぐらいの、標高があるって考えていただければちょうどいいぐらいだと思います。ちょっとてっぺんの方が煙が出てるの分かりますか。これ完全に活動してますよね。いやー、生まれて初めて 5000m 超えの山を見てちょっと感動してますね。でこれがちなみにメキシコで2番目と3番目の、高さの山になるみたいです。でこっちがですね、
チョルラの街並みになります。すごくカラフルで可愛い街になってますね。こちらが教会の中になります。ちょっと高いんで中入れないですけど、雰囲気だけでも、うん、綺麗ですね。よし、では下山します。プエブラに戻ってきました。されても這い上がる力が欲しい。人は皆弱虫を背負って